ごきげんよう、バゴボンドです。このゲーム、なんと戦車使えたんだね。早速、ここにね、並べてみました。ということでね、カンガルーです。でもね、さすがに一匹じゃ、瞬殺で終わると思うんで、このカンガルーをたくさん並べていこう。果たしてね、動物は戦車を破壊することができるのか。昨日から気になってたことなんでね、初めて。さあ、来ました。わー、早速、引かれてく。残酷です。これは。わー、とた。これはトマトだと思いましょう。もう、ほとんど全部、首が。消えちゃったよ。あ、まだでも一匹いる。最後の一匹が。もう、ぶつかっただけで。倒れるんだね。さすがにカンガルーは無理だったか。戦車と同じサイズのこの象で行ってみよう。まあ象はね、いくら動物だと言っても鼻筋がやっぱり強いからね、戦車いけるんじゃないかな。じゃあ始めていこう。来ました。あー、でもやられてく。囲ってるぞ。おは、角で破壊した。角っていうか牙か。よくやったぞ、ゾウ。いけるんだね。じゃあ次は最強の形を作っていこう。まずは先頭に、このティラノサウルス。それからその後ろに、スピノサウルス。さあ、完成しました。戦車対恐竜の夢の対決です。それでは始めていきましょう。果たしてどうなるんだ？早速、ティラノサウルスが頭突きで破壊していく。でも結構戦車もやられてるな。恐竜も、どっちなんだ？結構互角な勝負。うわー、でかい肉が転がってきた。一体どこの部分なんでしょうかね。いや、それより、うわ、倒された。戦車が。これで、おー、弾け飛んだ。恐竜の圧勝っていう感じだね。ティラノサウルスがでも、ほぼ全滅っていう感じか。さあ、次はこの大砲そのものを、たくさん設置していこう。まず先頭にカンガルー。こういった感じで並べて、それから後ろにキリンで行くか。おーし、さあ、これはどうなんだ？どういう展開になるのか、全く予想がつかないけど、始めていくか。おー、大砲が、撃ち始めた。ここでもカンガルーが避けていってる。結構、破壊してってるぞ。これはカンガルー強かった。案外小さい生物の方が、避けていける感じだね。うわ、でもキリンは全滅か。カンガルーが、一個ずつ破壊していってるけど、もう数もいない。最後の一匹頑張ってくれ。うわー、なんだこれ、どうなってんだ。こっち顔だよね。顔が、とんがってる。こっちが尻尾だから、やっぱり顔が、なんか、とんがっちゃいました。だとしたらもうこいつしかいないね。この大砲に勝てるのはゴリラ。プテラノドンも並べていこう。最後はゾウ。戦略としては、ゴリラで、まず攻撃していって、で、プテラノドンは空飛んでるから、大砲に狙われる役。で、万が一この2種類がやられても、最後にゾウでね、潰していける感じで、これで始めていくか。さあ、やってくれ。撃ち始めた、撃ち始めたぞ。まずはゴリラで破壊していく。プテラノドンが早速、絶滅してってるけど、ゾウが強い。ゾウがどんどん破壊してってる。だけど、
倒されてってる。動物チーム頑張ってくれ。いけるぞ。わあ、ギリギリ全部倒せた。最後ゾウが数匹生き残った感じでギリギリ倒せたな。なんだこれ、ケツが転がってるぞ。さ、次はサッカーで、これ完全に大砲でここ塞いでみよう。最後は豚でいいか。まずは小型生物でやってみよう。どうなるんだこれは。さあ、ボール入れられるか。逆に大砲チームはどうやってゴールに入れるか、そこが気になるんだけど、押してってるね。わあ、飛んでいった。案外大砲が強すぎる。あ、入った。こういった感じになるんだね。じゃあ今度はゾウも混ぜて、この大砲もつけてみよう。さあ、向こうも大砲ならこっちも大砲っていう感じでね、適当につけていって。さあ、なんか表示がおかしくなってるけど、始まったぞ。これは、まあ、大砲で動物がどんどん死んでってるっていうのもあるんだけど、わあ、これはやられていくっていう感じだね。もはやこれサッカーじゃないな。なんなんだこれ。あ、入っちゃった。ゴリゴリ。さあ、次が始まりました。なんとか1点くらいは入れてほしいけど。すごい激しいバトルだな。おおお、入りそう。オンゴールしそうなんだけど。うわー、ゾウが倒れてく。そしてどんどん動物チームは減ってってるけど、若干ゴリラが生き残ってるな。あ、入った。入った。奇跡のシュートを見せてきた。これは2点入れた方が勝ちなんで、これが最後の1試合です。うわー、どんどん倒れていくゾウが。あれ、動物チームがほとんど全滅状態。あ、もういなくなっちゃったよ。あれ、でも入っちゃったよ。こっち側に入っちゃったよ。まさかオンゴールで終わるなんて。さあ、できました。もはや動物関係ないけど、大砲対大砲始めていこう。うわー、これ何なんだ。もはや別ゲーになってるんだけど、でも若干白い方の大砲がどんどん倒されていく。なんていうか、ボールが入っちゃった。入った感じだね。さあ、近づいていってみよう。うわあ、これはすごいな。おお、ここで入ったか。とんでもない試合でした。さあ、これを並べていこう。もうサッカー場に戦車っていろいろとぶっ飛んできたんだけど、最初からぶっ飛んでるけど、最後にサイを並べてこれで始めていこう。さあ、どうなるんだ。始まったぞ。うわ、ボールがやばいやばい、押されてってる。動物たちが押されてってる。もはやサッカーじゃないよこれ。ボールがもう置き去りなんだけど。サッカーを始めてよ。いや、もうサッカーする気ない。戦車チートすぎるでしょこれ。もう挟まっちゃって動かないよ。これはとんでもないバトルだな。もうボールに誰も向かってない。動物の方は向かおうとしてるんだろうけど、完全にもう塞がれちゃってるからね、これは。一旦やり直すか。さあ、これでやっていこう。戦車の数を少し減らして動物を増やした感じだね。これだったら、さっきみたいに押されたりはしないんじゃないかな。トリケラトプスがいるからね。
押し返してくれることを祈りましょう。ダメか。お、止めたぞ。でもボールを完全に止めた。いや、ボールじゃなくて戦車を完全に止めた。首がなくなってるんだけど、でもこれどんどん動物が倒されるから、戦車がまた押しに、うわー、最終的にコッパみじんになるのか。もはや相撲状態、サッカーじゃない、押し合いの相撲状態。みんな必死だっていうことは伝わるんだけどね、この表情で。頑張ってってるんだけど、戦車が強すぎて、うわー、またもう試合どころじゃないね、これは。もう戦車強すぎ。